なぜ巡り合うかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。たどりとはあなた、よこの糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、よこの糸は私、織りなすのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない。糸はあなた、よこの糸は私、会うべき糸に出会えることを、人は幸せと呼びます。